これも大義の仮面ってやつですか。国民の諸君に告げる。現在をもって国会議事堂衆議院等は我々の支配下に入った。理由は何？どうしてこんなことするの？早くしないと手遅れになります。落ち着けって。計画は完璧だ。失敗することはないよ。この革命行為の真の目的は諸君を覚醒させることだ。立ち上がれ。新しいリーダーの誕生の瞬間だ。これ以上 SP の名誉を汚すような真似はしないように。係長は止めてほしいんですよ。俺たちに命を守る大切さを私はあなたから教わったんです。のどかですね。本物の尾形総一郎は別にいます。俺は大義のために死ねればそれでいい。銃を捨ててください。銃を捨ててください。お前に俺が撃てるか、お前に俺が殺せるか。お前さん SP 革命編。